ウィントン・ルーファーは、ニュージーランド出身の元サッカー選手、サッカー指導者、元サッカーニュージーランド代表。現役時代のポジションはフォワード。ウェリントン出身。父のアーサーは、スイス人で、1956年にニュージーランドへ移民として渡った人物。母のアンネは、マオリ族の血筋を引く人物。ウェリントンのアマチュアクラブで経験を積んだ後、 ノリッチシティ FC で1シーズンを過ごし、FC チューリッヒへ移籍。その後、スイスのクラブチームを転々とし、1988年にグラスホッパークラブチューリッヒへ加入し、タイトル獲得に貢献。1989年にドイツブンデスリーガのベルダーブレーメンへ移籍。1989年、1990年、 1992年と3度オセアニア年間、最優秀選手に輝くなど、サッカー選手としての本領を発揮し、1992から93シーズンには、リーグ優勝を果たす。翌1993から94シーズンには、オセアニア人史上初となる UEFA、チャンピオンズリーグ特典王を受賞するなど活躍をし、ブンデスリーガの最優秀外国人選手に、 選出された。1995年には J リーグのジェフユナイテッド市原に移籍。3月29日の横浜 F マリノス戦で J リーグ初ゴールを含め2ゴールを決め、シーズン中2度ハットトリックを決めるなど21ゴールを上げる活躍を見せた。翌年はファーストステージのみ在籍10試合4ゴールを決めた。カイザースラウテルンを経て母国のクラブチームに移籍し、 1997年に一時引退。1999年にはニュージーランド発のプロクラブ、フットボールキングズ FC のプレイヤーコーチとして現役復帰し、2002年に2度目の引退。引退後は1997年に立ち上げたサッカースクールウィナーズで更新の指導にあたり、FIFA 新前大使としてサッカーの普及活動を行っている。 ドイツサッカー連盟公認永久ライセンス所持者。2005年にはサッカー選手として初めてニュージーランドスポーツ界における殿堂入りを果たし、2008年にサッカー界への貢献に対しニュージーランドメリット組賞 CNZM が授与された。ありがとうございます。